願いします。お願いします。はい、次。あれ、そこのなんか黒、はい、なんかちょっと毛色の違う黒い人。みなさん、ごきげんよう。ホロライブ4期生、妖艶セクシー担当、ひめもりルナなのら。妖艶セクシー？妖艶セクシーなコスチュームを着ております、今、ルナタン。今日はこの妖艶なルーナタンでね、こちらもゲームやっていきたいと思います。よろしくお願いしまーす。なんかお願いします。いいな、なんか一人かっこいい衣装着とるよね。ねえ、なんか一人だけなんか、ごめん、それニアオートマタなんじゃないのか。これもうどうやって持っていっていいのか。なんかね、どうやってこの話を持っていこうかすごい迷った結果こういう結果になってしまって大変申し訳ございません。すいません、もうパワープレイでいくしかなかった。ニアオートマタの 2B じゃないかお前。そしてこの背景流れている BGM はパスカルの村の BGM じゃないか。なんだって今、ルーナ先輩が着てるこのね、2B の服、これ、ニーヤオートマタの今、コラボをちょうど開催中ということで、何？そう、2B だったり、9S になりきれるコスチュームのアイテムの販売だったり、世界観に浸ることのできるコラボクエストも配信されているとのことなので、ちょっとね、皆さん各自チェックしていただければ嬉しいなと思っております。スバルも欲しい。どこも欲しい。ずるーい。ルナ先輩、どこで買ったのそれ。どこで買ったの。ここだよ、ここ。ついとけ、ついとけ、ついとけ、ここか。こいつら、アイテム商人、ピグマリオン。スバル先輩、大丈夫だよ。もう無理しなくて大丈夫だよ。大丈夫かな。自由に遊んでくださいって言われただろ。特に何もしないでいいですみたいな感じだった。自由にやってくださいみたいな。サービス精神旺盛なんだから。確かにちょっと頑張っちまったわ。すぐ言いたがっちゃうんだから。すぐ可愛いじゃん。ちょっとね、買うか。買うか。ここで買える。